はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケットプラス。おはようございます。日吉はるかです。好きなものは可愛いものです。農園で収穫できます。農園で収穫しないといけない。わん、聞いてくださいよ。くるみのぬいぐるみですね。そろそろ秘書を、変えたいと思うので事務所行きましょう。神社すっかり忘れてる。中吉。ラッキー話来た。そして999なので10回ガチャ引きましょう。さあ何がいいかな。アーバンシーガチャ、お来た。 SSR 来るぞ。さあ何でしょう。かっこいいシーズ。そして2つ目の SSR は囲いシーズダブル。いや嬉しいですね。あれ ?999 になってる。そうか、999以上持ってんだ。なんかおかしくないか。まあそうか、1000以上あるんだ。1000以上あるんだけど、それは、入らないだけか。SSR、またこちらも2回引いちゃっちゃいまし、引いてしまいました。いいですね。じゃあ、株券を見ていきましょう。まず、SSR 以外は用はない。テープクロス初めてだろうな。孫ワクチン。ロケットマン。そう、囲いシーズを5000です。当然のごとく。覚醒させます。メンバーないかいるんかな。
届いています。ん、なんかガチャの回、特別なガチャがある。チケットガチャは関係ないしな。まあいいでしょう。そういえば、そうだ、師匠帰ったいんだ、師匠、師匠。日吉遥です。好きなものは可愛いものです。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？メガネがあった方がいいな。うん、ポイントを交換することもできますが、1400 SSR ガチャチケットがあればいいですよね。ところで、さあ種付けを行いましょう。型の丸ペンさんを種付けです。を、何かの牝馬と種付けです。まずまずでしょうか、まずまずでしょうか、まずまずでしょうか。面倒を頼るか。この配合はダメです。まずまずでしょうか。覚醒してないかな。まずまずでしょうか、まずまずでしょうか、まずまずでしょうか。この配合はダメです。堅実型だ、危険方。まずまずでしょうか、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 まずまず。いい配合です。お、来た、川上プリンセスですよ。これがまずいいんじゃないかと。この配合はダメです。まずまずでしょうか、まずまずで。この配合はダメです。まずまずでしょうか、うん、まずまずでしょうか。一応星さんの、この配合はダメです。まずまずでしょうか。星さんの川上プリンセスですね。いい配合です。これがいい配合らしい。まずまずでしょうか。保険の中ではどうかな。まずまずでしょうか。今持ってる株券は以上ですが、まずまずでしょうか、まずまずでしょうか。この配合はダメです、って言われるから、まずまずでしょうか、まずまずでしょうか。まあ、川上プリンセスにしときましょう。いい配合です。起き上がりましたね。ワンワン、こんなのはなんだ、夏っこいってことでしょうかね。そして崖、なんだろう、お、これなんかすごいのかな。元気ですね。赤までは、よくあるんですけどね。またオス馬だ、オス馬ばっかりだ。めちゃくちゃ安直、川上プリンセスだから、肩の川上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 。これでいきましょう。中距離馬みたいですね。デビューです。川上プリンセスだから確かに距離適正は短くなっちゃいますよね。さあ、まずデビュー戦で倍率を見ます。適正距離、適正馬場です。今の調子なら勝つ見事は十分です。ただいまより投票受付を開始します、うん、圧倒的ですね。いきましょう。川上プリンセスの子供、片野川上のデビュー戦です。雨で様変わりした舞台設定は果たして波乱を演出するのかどうか、
ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。注目の先行争いでありますが、先頭はラブエフェクト、落ち着いていけるかどうか。マリンプロダクツがその後ろ、そして外からは10番ラッキーフェス、5番決勝アピール、これは引っかかったのか。そして5番手にスエズチャンス、雪景色、さあ向こう流しに入りました。それから2番ササハッピー、そしてその外に3番片野川上、その後ろでやりましょうか。きらめきワンダー、スワンホーゼ、1番注目の馬片野川上、鞍上は戸崎啓太、それからもう1頭8番きらめきワンダー。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。片野川上、大歓声も後押ししているぞ。さあ抜けました、ラッキーフェス、赤い帽子片野川上が間から来ている。ムチが飛んだ、戸崎と片野川上、先頭田辺とラッキーフェス、怖い馬が来た。3番片野川上だ、2番手に片野川上、かわす体勢、片野川上先頭に立った。ラブエフェクト懸命に追う、ここでは負けられない。片野川上、片野川上が完全に抜けた、一着片野川上。いいんじゃないでしょうか。片野川上デビュー戦勝利です。当然の結果です。当然芝得意なら明白ですね。おめでとうございます。ダート1400、勝てるといいのですが。ダート1400と 1.3 倍でスタッシー、これでもグリグリですね。ダート適正はどうか、距離加減はどこまでいけるのか、スピード能力を見せつけるか、スタートにも注目したいところです。さあ飛び出した12頭、まずまず揃って飛び出しました。先行するのは何か、先手を取ったのはガロヌ・フェデリコ、9番チェリーボレット、三日月ターンが並んでいっています。4番ミナトヒーロー、それからルイスドリーム、そのうちからは1番ピラミッドスペシャル、片野川上、どのように差を詰めていくか。6番ラブマシンガン、そしてその後ろ5番チクタクアピール、それからもう1頭10番ホークスフォーム、先頭は8番ガノヌ・フェデリコ、機嫌よく行っているのかどうか。さあ一塊になりました。第4コーナーをカーブ、片野川上直線伸びてくるのかどうか。先頭横山とガノン・フェデリコ、三日月ターンが2番手、ムチが飛んだ、石橋と港ヒーロー、ガノン・フェデリコ先頭、そしてその後ろから角が襲いかかってくる、外をついて港ヒーローが来ている。この辺りで先頭に変わったか、緑の帽子片野川上先頭だ、ムチを通って港ヒーロー、恐れ入った片野川上一着、ロントバー強い、いやーこれはすごい。おめでとうございます。一番苦にしていない。おーすごいです。すごいですね。1200だったらどうでしょう。短距離戦、距離適正を早く出してほしいんだけどな。勝てるといいのですが。 1.4 倍、これもグリグリです。投票受付を開始します。なかなかの能力かもしれません。多分距離は短いんだと思うんですけどね。各馬のゲートインスムーズ、さあ準備が整いました。スタート。さあ飛び出した12頭、まずまず揃って飛び出しました。さあ先行争いであります。クムダルニョラ、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。1番マーブル天神、アタックアイシャルがかわしていきました。そして4番手にアトラクトアクター、その後ろでやりましょうか。スローオンザピーク、12番トロイアゴールド、それから10番ゴールドベガス、ジャンプアクロスが並んでいっています。それから4番シュベリーン、そのうちからは2番ビースガーデン、片野川上が上がってまいりました。そしてしんがりからマウンテン飛行士であります。さあこれはもう楽勝です。1着片野川上、末脚爆発、まるで疾風のごとき走りです。圧倒しましたね。むしろ中距離って書いてるけど、結構短い距離の方がいいのかも。よく頑張りましたね。一着キュン、やりました。結局よく分かってないですね。
これだって何？大気をか、大気の変量を感じるって言ってます。いい感じですね。距離適正がすぐ割れましたね。16から2200。いい感じですね。何か用ですか？ダイヤリータッケ、型の丸ペンサ。別荘場体重は488キロですね。体質も大事です。体質は丸ですからね。あ、サツキ賞出せますね。カーカイプリンセスじゃないや、これ薄馬だから。ダービーはちょっと長いんだ。楽しみです。そういうとこから考えると、どういうレースに出すか考えないといけないです。どうでしょう。人参だが、何か用ですか？スキショー行ってみよう。田辺君、何か用ですか？人気で重いようですが、果たしてどのような結果になるか。2番人気でしたか。2番人気。ただいまより投票受付を開始します。サトゥルナーリア、アドマイアマーズとなっております。これは朝日杯でしょうかね。行ってみましょう。以上です。すべての3歳馬が夢見るクラシック3冠はまずここから始まります。新たな歴史を切り開くのは果たしてどの馬なんでしょうか。さあ、どの馬でしょうか。さあ、ゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら12頭が飛び出しました。先行争いであります。サートルナーリア、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。3番プリエノマサイ、アドバイアマーディ、その外に5番ダノンピングリー、サトノルーツがその後ろ、まもなく第1コーナーシュバルツリーゼがかわしていきました。そしてその外に4番西野デイジー、それから8番片野川上、9番ファンタジスト、その内からは6番ベロックス、そして外からは10番名称天元、ちょっと離されまして11番ブレイキングドーン、一番後ろに2番ラストドラフト。もう一度先頭から紹介しましょう。7番サートルナーリアが先頭です。アドマイアマーズ、外を通りましてダノンキングリー、1番シュバルツリーゼ、12番サトノルークス、下がって5番手内を通って4番西野デイジー、8番片野川上、 G1 発生犯なるかどうか。その外9番ファンタジスト、そして内からはベロックス、その外からは名称天元、11番ブレイキングドーン、徐々に差を詰めます。その後ろ5馬身くらいあってラストドラフト。さあ、栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。サートルナーリア、まだ先頭、間からスルスルと片野川上が差を詰めてくる。シュバルツリーゼ懸命に追った。外からシュバルツリーゼ先頭、ウメールとサートルナーリア、片野川上懸命に追う。サートルナーリア1着、サツキ賞勝ったのは7番サ
くサトルナルナーリアにかけられてしまいましたね。次に備えましょう。1着7番2着結果的にはじり足だった印象です。1番。レースを終えた馬が戻ってきました。いい感じですね。嬉しそうですね。放牧ということで、はい、ということで型の川上ですね、デビューしました。 1.0 倍のデビュー。皐月賞はですね、じりっとしか伸びず3着でしたね。果たして上積みはあるのかどうか。 1.0 倍のかなりの素質馬があったみたいなので、しっかり結果を出すように、調教したいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。